日ごとの糧、2024年10月24日。命の泉はあなたにあり、あなたの光に私たちは光を見る。詩編36編10節。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。ヨハネによる福音書1章4節。命と光に関連性があることがこう書かれてますよね。気づかされますよね。命のあるところに光がある。光の中に何とも言えない命の輝きを感じることがあるわけですね。山々の木々に当たる光を見ていると、何とも言えないこう不思議な暖かさとか爽やかさとかっていうのを感じますよね。言葉によって励ましや慰めや、なんかこう爽やかなね、なんて言うんでしょうね、思いというか、それを感じ取ることができれば、その言葉には命が流れてるっていうことになりますね。言葉、命、光。なんかとてもこう、なんてつながってるような感じしますね。人からの言葉や自分の心からの言葉をすべて遮断してしまうと、居場所を感じられなくなるということが起こります。なんかこう、どうせいない方がいいんじゃないかというふうなことを考えてしまうことになる。人からの言葉を遮断し、自分の言葉も遮断してしまう。逆に、人からの言葉に心を向けてみる。耳を傾けてみる。自分の考えを言葉にしてみる。書き出してみる。そういうことがこうできるようになってくると、なんとなく居場所を発見できる可能性が出てきますね。言葉を読み、言葉を聞く。言葉によって考える。そういう作業は生きていればこそ可能なわけですし、またこう生きているという実感をそれによって、感じることができると思います。生きる力となるものは言葉による力、言葉による光なんだと思うんですよね。まあ、イエス様は光であるという考え方。イエス様は神の言葉であるという考え方。つまり、イエス様と近づけば近づくほど命に近づくということになるわけですけれども。でも、イエス様に近づくっていう場合、やっぱり基本は聖書の言葉を土台にイエス様に近づいていくわけですよね。だから、その聖書に書かれた言葉、聖書に書かれている物語、そういうようなものをしっかり読み込んで、それを自分の心の中にこう、受け止めていく。その作業が自分の命、自分の光として、こう、生きる力になるということなんだと思うんですよね。命の泉はあなたにあり、あなたの光に私たちは光を見る。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす。光であった。今日もイエス様は何を教えてくれているのかなというふうなことを、まあ、考えてみる。また人からの言葉についても全部遮断してしまわないで、こうじっくり考えてみる。また自分の言葉を言葉に出してみる。あるいは、書き出してみる。そういう作業はきっと、居場所がないと感じている人であればあるほど重要な出来事となるんだと思います。今日も良い一日になりますように。それではまた。主の御言葉は私を生かし、の御言葉は私の知恵の拠り所。主よ、御言葉を待ちます。お語りください。あなたの御言葉で私の心を満たし、導いてください。主の御言葉は私を「しかし」
葉は私の知恵の拠り所、主よ御言葉を待ちます、お語りください、あなたの御言葉で私の心を満たし導いてください、主よ御言葉を待ちます、お語りください、あなたの御言葉で私の心を満たし導いてください。